皆さんこんにちは、高橋明です。今回はローリー・マキロイの3種類のアイアンショットを見てみたいと思います。まず1番目は134ヤードのウェッジショットです。これはフルショットですね。グリーンが柔らかいこともあります。そして落下地点がちょっと受けてますので、バックスピンで 3,4 メートルでしょうか、戻ってきてピンに近づいています。そして2番目の画像ですけども、171ヤード、今度はアイアン、8番アイアンですね。同じ日の同じゴルフ場ですから、さほどグリーンの硬さは変わらないと思いますけれども、落下地点が、ちょっと受けグリーンではなくて平らなところだったんですね。それで 3,4 メートル先進んで、2バウンド目で、バックスピンで止まっています。そして3番目ですけれども、214ヤードで今度は6番アイアンです。このホールはかなり受けグリーンですので、あとは、まあ、柔らかいボールマーカーがかなり大きくつきますので、かなりの衝撃を吸収していると思います。1メートルほど先進んで今度は傾斜でもって、近づいています。このようにですね、何まで計算された、技、上級の方はぜひ参考にしていただきたいと思います。